よう、カエトさん、かわいい、ありがとう。フラプチーノさん、カエトさん、フラプチーノさん、ありがとう。雨やばすぎて、聞こえるかな音。時間やば、やばやばやば。成人さん、ちちょうぎさん、ありがとう。ありがとう。エムさん、ありがとう。しゃぶりですよ、もう。ネタで過ごしたんか？いや、普通だけど。今日は、遅い日です、投稿が。投稿遅いけど、遅い日なんですよ。服は、そう、制服じゃないんだけど。クロピン、ありがとう。西さん、ありがとう。ジジマくん、ありがとう。ニシさん、ありがとう。やばいやばい。7時2分って言った ?52? サンサンさん、ありがとう。おはようございます。ありがとう。コスモントゥーンやあるんやっていうか、普通に今日は雨じゃん、結構やばいから。テレキキの招き猫さん、カゴピンありがとう。エムさん、ありがとう。ユニャン、ありがとう。会いたい。マサピアンさん、ありがとう。市内にあるプリクラ館、プリクラを撮る場所で、なんか七夕が置いてあった。ユニア、ありがとう。ライトさん、ありがとう。この雨やば。ヨダカズキさん、マサピョンさん、ありがとう。ヨシさん、ありがとう。から遅くて、違う、遅くするっていうルールっていう、雨だから遅らしますよ時間をっていうやつです。遅く行っていいよってわけじゃなくて、遅くしますよって学校側がね。カゴピン、ありがとう。ナベさん、ありがとう。雨だけど一日になるといい。うん、なるかな。雨だと、雨本当に苦手だから。わかりました。カゴピン、ありがとう。サクさん、ありがとう。全然ね、普通にやばいからね、こんな雨で行かせるのが。普通に考えて、普通ないから学校。サクさん、ありがとう。エイジさん、ありがとう。わかんない。ナビってなったらわからん。しかもこれ左とか右とかないし。自分の手を基準にしてか、言ってや。あら、おかしいでしょ。自分の時朝の7時の時点で警報出たら休校だったけどな。え、なんか様子を見ますみたいな感じ。何しようとかじゃないじゃん、人にお願いしとって。何が何しようってなるでしょ。変にわからん。ナビするんだったら、だからこっち、もうこれじゃん家が。知らんよ、ほんまにやばいよ。忙してからさ。忙してない。忙して、
暗くなったり暗くなったりごめんね。だって15分だったわ。まだなってないから配信してる。ごめんね、なんかよくじゃなくて、なんか悪いの。ヒラモンさんありがとう、フラペチーノさんありがとう。好きの説では男女を読みますね。ちょっと時間がやばい。13位サンソンさん、12位サクさん、11位激マク、11位カイタさん、9位ボラン星人さん、8位ニシタ、7位カゴピン、6位ユニャン、5位モータロさん、4位マサピョンさん、3位アジータン、2位チャンタさん、1位バースバルでした。愛し見に来てくれてありがとう。サトさん、ラピチーノさん、中橋姉さん、エムさんありがとう。待って、配信がねまだちょっとあれなんですよ。今日はあることがあるんですね。普通の学校の投稿じゃなくてあることがあるからこんな雨の中投稿させられてるんですけど、それは言えないんだけど、終わったら言えるんでしょ。終わったら、明日になったら言える。大体想像つくけど言わないでです。もうちょっと早く起きてんの。5時半かだったし起きれない。それもう立ち上がれないの、起きてても。5時半から起こしてたよ。立ち上がれないの、起きててもって言ってんじゃん。体がしんどくて起きれない。はよ、なんか目が溶けて。何分かな、始めたの。36余計あと 2,3 分。はよ。そう、ほんまになんか朝起きても立ち上がれない。すっごい寝たよね。そうだから今みーがなんでこんな機嫌悪いかって言うと、朝だから。朝本当にみーいつも機嫌悪くてめっちゃ物に当たる。ママにも当たる。じゃあなんか夢見たの1分で語ってみたら。配信時間夢見たことない。みーは覚えてないんだよ。見てるんだ。見てる、知ってる。見てるけど覚えてないから分かんない。ちょうど泣いてたの。いつも記憶でしょ。知らない。朝雨だけど連れてってあげてって言ったよね。覚えてない。あの子は本当に必要なんだって分かってる。今言われてももうわーってなるだけだから言わないで。もうおーちょっと待って待って、あと髪待って、髪そう、ちょ友達がいるんですよ。もうもう友達が今来てくれたんですけど、一緒にね行くっていう約束を、ゴムちょうだい、一緒に行くっていう約束をしてて、その今日あることに。そうだけどなんかその子が部活に入っているからなんか係をしないといけなくて、その係なんですよその子がねっていう話。あれ一個なくなっとる。犬、ワンちゃん吠えてます。あった、これはミエのこの紫系は愛にあげる。どうしたこの昔風なシュッシュが可愛いじゃん。え、ミエ靴大丈夫これ。靴さ、普通の靴これなんか学校の靴じゃないといけない。昔の大阪のおばちゃんがつけてたようなシュッシュ見せた。昔の大阪のおばちゃんの違う、最近こういう何柄これ。ヨーケちゃんもしかして。うん、違う。え、違う、買ったの。買った。お金出して100円、10個入って100円。あ、それは安い。トラ柄、トラ柄っていうのは何。大阪のおばちゃんがなんか違う、トラ柄がトラ柄が流行ってるんですよ。ヒョウ柄じゃなくて、ヒョウ柄か。トラ柄がみんなで流行ってるの。大丈夫。で、そのみゆが一番仲いい愛ちゃんがいるんだけど、愛ちゃんと一緒に大阪のおばちゃんになる。違う。なんか手首につけようねって話をしてるの。あ、警告出ました。もうドタバタ、もうやもうちょっと今日は知らない。今日はすいません。はい、はい、すいません。いつもすいません。また明日も見に来てね。バイバイ。